あとです、えー。聖書メッセージの時間となりました。今日はこの、えー、聖書の、この新約聖書のこのペ、えー、レメン書ですね、からの、えー、メッセージとなります。ペ、えー、レメン書もこの8回目ですね。では早速お祈りいたします。天ののの神様、この聖書メッセージの 初めから終わりまで導いてください感謝してイエス様のお名前によっておりいたしますア8回目となりましたけど早速またペレモン書を読んで見ていきたいと思います奴隷ですねこの古代現代ではちょっと考えにくいですけど古代ローマ古代においては奴隷ですね国と国とで戦争に勝った 国が戦死、まあ、いろいろを奴隷としますね、えー、この都市国家ギリシャでもそうですね、えー、古代ローマでもそうです、えー、この聖書書かれたその当時ですね古代、えー、ローマ帝国ですねはい前置きがなくなりましたけどこの、えー、パオロが獄、えー、中で、えー、産んだ霊的な子供お姉子もですねこれは。 オネシモはこのあご主人まあペレモの奴隷でしたけどまあ、えー、何らかのトラブルで、えー、まあ金銭の寸断かと言われていますけど、えーえー、主人の元ピレモの元から逃げて、えー、まあローマで、えー、このこの獄囚にあったこの。 言葉を聞いてパウロから御言葉を聞いて、イエス様を信じたものですので、パウロはこの、えー、自分のもとにおいて、いろいろと面倒を、えー、見てもらったようですけど、まあ、主人であるペネモンに回返,し、えー、返してくるのが筋ということで、丁寧にこのペネモンに当てて、えー、お主人、奴隷としてじゃなくて、愛する兄弟,姉妹、えー、兄弟姉妹として受け入れてくれた、また償いが何かあれば。 パウロがこのオゲナということで、えー、この、えー、オネシモの主人の奴隷の主人であるオネシモですね主にある兄弟パウルにとっても主にある兄弟姉妹のペネームにやってた手紙ですね <laughs> 前置きがなくなりましたけど <laughs> では、えー、ペネームの手紙をお読みいたします、えー、キリストイエスの囚人であるパウロおよび兄弟手持ってから、えー、私たちの 愛する道路者ピヌモンへまた姉妹アピア私の戦友アルキポ並びにあなたの家にある教会へ私たちの父親の神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように私は命のうちにあなたのことを覚えいつも私の私の神に感謝していますそれは主イエスに対してあなたが抱いている信仰とすべての 生徒にに対すするるあなたの愛とについいいてて聞からです私たちの間でキリストのためになされている全ての良い行いをよくし知ることによってあなたの信仰の交わりが生きて働くものとなりますように <laughs> 私はあなたの愛から多くの喜びと慰めと受けましたそれは生徒たちの心が兄弟をあなたによって力ず 力づけえー、あなたによって力づけられたからです。私はあなたのなすべきことをキリストにあって少しもはばからず命じることができるんですかそういうわけですから、むしろ愛によってあなたにお願いしたいと思います。年老いて今はまたキリストイエスの囚人,人となっている私、パウロが獄中で産んだ我が子、おねしものことをあなたにお願いしたいのです。 彼は前にはあなたにとって役に立たないものでしたが今はあなたにとっても私にとっても役に立つものとなっていますそのおねしもをあなたのもとに送り返します彼は私の心そのものです私は彼を私のところに留めておき、えー、福井のために獄中にいる間あなたに代わって私のために仕えてもらいたいとも考えましたか あなたの同意なしには何一つすまいと思いましたそれはあなたがしてくれる、うん、親切は強制されてではなく自発的でなければいけないからです彼がしばらくの間あなたから話されたのは多分あなたが彼を永久に取,る取り戻すためであったのでしょうもはや奴隷としてではなく奴隷以上のものすなわち愛する兄弟としてです 特に私にとってはそうですか。あなたにとってはなおさのこと。肉においても死にあってもそうではありませんか。ですから、もし、えー、あなたが私を親しい友と思うなら、私を迎えるように彼を迎えてやってください。もし彼があなたに対して損害をかけたか、負債を負っているのでしたら、その請求は私にしてください。えー、この手紙は私、パウルの自筆です。私がそれを支払います。 あなたが今のようになれたのもまた私にいるのですかそのことについては何も言いませんそうです兄弟を私は主にあってあなたから益を受けた,受けたいのです私の心をキリストになって元気づけてください私はあなたの従順を確信してあなたにこの手紙を書きました私の言うこと以上のことをしてくださるあなたであると知っているからです それにまた、私の宿の用意もしておいてください。あなた方に祈りのって、私もあなたのところに行けることと思っています。キリストイエスにあって、私と共に囚人となっているエパフラスがエパフラスがあなたによろしくと言っています。私の同路者であるマルコ、アリス,アリスタ・タルコ、デます。ドゥカからもよろしくと言ってます。主イエスキリストの。 恵みがあなた方の霊とともにありますようにえ感謝いたしますこの、えー、このオネシモのピレピレモンのこの愛ですね、えー、特に、えー、このピレモンの愛、えー、この、えー、このご説に書いてありますそれはシエスに対してあなたが抱いている信仰とすべ、えー、ての生徒に対するあなたの愛とについて、えー、聞いているからです。 えー、感謝しますねプ、えー、レミアムに対する愛そして獄、えー、中で生んだこのおねしもについて、えー、こ,のこのおねしもをあなたのもとに返します彼は私の心するものですということでこのパウロはこのおねしもをまあ獄中にいる間あなたに代わって、えー、私のために使いたいと思いましたけど、えー、このあなたの同意なしには 一つなり一つ住まいと思いました。それはあなたがしてくれる、えー、親切は強制されてではなく自発的で,でなければいけないからということでこのーピネメオンの愛に、えー、この感謝してますね、えー。ちょっとこれに関連して支援,支援から、えー、見ていきたいと思います。えー、もうお恥ずかしいですけど、支援のこの、その、こ 神様に対する愛ですね、を、えー、この、このパウロはおねし、えー、ピレモンに本当に感謝してますね。そのことを、えー、この私も主による感謝を覚えていきたいと思います。えー、この、特に支援の29編を読んで、えー、主に感謝するですね、えー、この、 二十九編と三十節を主に感謝します。ダビダの三回ですけど、ダ,ダビダの三回力、物の来らよ、主に来せよ。栄光と力と主に来せよ。皆の栄光を主に来せよ。聖なる飾り、物をつけて主にひれをせ。主の声は水の上にあり。栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。主の声は力強く。主の声は威厳がある。 死の声は杉の木を,木,木を引き裂く。誠に死はレバンの杉の木を打ち砕く。死はそれらを格子のように跳ねさせる。レバロンとシルオンを若い揚げるように、死の声は火の炎をひらめかせる。死の声は荒野を薄ぶり、死はカデシの荒野を薄ぶられる。死の声は身近に海の苦しみをさせ、大森林を裸にする。その宮で全てものが栄光という。 主は大洪水の時に水につかれた誠に主は常しえに王として水についておられる主はご一行の民に力をお与えになる主は栄光平安をもってご自身の民を祝福されるそれと30編のダビデの参加ですね異様を捧げる歌このダビデが主を賛美したようにこのペレモもそうですね 主を愛する心が本当に他の兄弟姉妹またパウロもそのピレモンの愛を本当に感謝していますねこれはピレモンもダビデと同じくらい主を愛していることをこの3時29節30から見ていきたいと思いますえ主もピレモンもこのようにダビデドごとく死を愛していると個人的に思わさせて紹介させていきます生の30ペダビデの参加意を捧げる歌主を愛してい 私はあなたをあがめます。あなたが私を引き上げ、私の敵を喜ばせることはされなかったからです。私の神主を、私があなたを叫び求めると、あなたは私を癒されました。主はあなたは私の魂を読みから引き上げ、私があなたに下っていかないように、私を生かしておら置かれました。生徒たちを主を褒め歌たえ、その聖なる皆に感謝せよ。誠に、身怒りは束の間、命は恩寵のうちにある。 夕暮れには何百宿っても朝焼けには喜びの叫びがある私が栄えた時私はこう言った私は決して揺るがされない、えー、主はあなたは梵虫のうちの私の山を強く立たせてくださいましたあなたが三日を隠され私はおじまとっていましたか主を私はあなたを呼び求めます私の主に憐れみをこいます私が墓に下っても私の地に何の息があるでしょう があなたを褒めたたるでしょうかあなたの誠を告げるでしょうか聞いてください。主よ、私をれんでください。主よ、私の助けとなってください。私はあなたは私のために嘆きを踊りに変えてくださいました。あなたは私の荒野のを解き喜びを私に着せ,着せてくださいました。私の魂があなたを褒め歌い、頑張っていることがないために私の神主を私は常志まであなたに感謝します。 マシンからこのダビデ羊飼い神様羊飼いからイスラエルとされました同じように,ように確かにこのピレモンですね奴隷を持つほど力強いこのある成功した歩みかもわかりません彼について詳しくは述べられていませんけどダビデと同じくこの 今の立場ピレ、ピレモンですね、えー、それもパウロのによって、イエス様を信じた信仰によって、大、えー、イの信仰のごとく、このピレにもの信仰があったことが、パウロによって証明されています。あなたの愛、そして、兄弟姉妹に知られているピレモンの愛、えー、私もピレモンのごとく、えー、賛美、ダイのごとく賛美していきたいと思います。えー オネシモを許す心パウロは知っていましただから、おねしもあなたのもとに返します。あなたをその以前の奴隷、おネシもとの主人、奴隷とじゃなくて愛する兄弟以上にということで、このパウロがおねしも、ピネモに対するこの愛を改めてしています。このことは、ダビデと神様、そしてピネモにあるこの、 神様に対すする愛ですね、えー、今日はこのペ、えー、レモンの信仰愛を、まあ、ダビデの支援から通してダビデに対する神様に対する愛とそしてペ、えー、レモンの神様に対する愛を見てみましたこの今日、まあ、パウロがネシに、えー、この、えー、あなたからあ、まあ、損害を与えたどれおネシもですけどあなたのもとにお借り換えますあなたはあ,あなたの信仰は ダののごとくその信仰ですね私も、えー、ピネモンの信仰をダビェルの信仰のごとくピネモンの信仰も学びたいと思います特に、えーま、ああこ今日の歌詞を見言葉は見て、えー、ピ,ネのピネモンの信仰をお模範としていきたいと思います特にこのパウロがこう言ってますね、えー、この五節から それは、主イエスに対するあなたが抱いている信仰と、すべての生徒に対するあなたの愛とについて聞いているからです。本当に主イエスに対する信仰、これはダビデの死に対する信仰と同じですね、この信仰、私も見習いたいと思います。短、えーえーえー、くなりましたけど、マスターとの接種メッセージでした。 私にもピレミンのごとく、えー、信仰、主に対する信仰を持ちたいと願うものです。でお祈りいたします、えー。天の神様、今日はピレミン師匠から、えー、このピレモンンが主に対するその信仰とまたその兄弟姉妹からピレモンの愛について、えー、このパロが褒めていますね。感謝いたします、えー。この受け入れて逃げた、あなたにとって害をうかいた奴隷おれしもを。 心強く迎えてくれるということを確信していると、パウロがそう確信しています。このことも私たちも学びたいと思います。ペレモン書から、ペレモンの,その信仰、ペレモンの愛を感謝いたします。この時を感謝いたします。この聖書、またこのイエス様のこと、イエス様を信じたい魂、また聖書のこと、また妙にの聖書とか教会においてイエス様を信じる。ペレモンの信仰、ペレモンの愛に、 あなたも預かって欲しいと願うものです。マサトです。次回の聖書メッセージでお会いいたしましょう。またマサトこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンと、また聖書を学びたいというお友達に募集しています。感謝いたします。ピネマの進行、愛を私も少しでも預かりたいと願うものです。感謝いたします。次回の聖書メッセージでお会いいたしましょう。マサトでした。仕上げです。パジブルジル、シャロム、シャロム、シャロム。